よう、アドミン。泣く子も黙るマルドゥークだぜ。知ってると思うが、俺はロスタッチの荒くれどもを束ねる顔役みてえなもんだ。その俺のとこまでわざわざ来たってことは、はあ、分かってるさ。その目を見りゃ、何しに来たかなんて一発だ。おめえは、俺と腕相撲がしてえんだな。へへ、久々の挑戦者だ。腕が鳴るぜ。言っとくが、アームレスリングチャンピオンの名は伊達じゃねえ。力戦のアームレスラーが俺に挑んで、文字通り腕を折られて選手引退。なんてことは、ここロスタッチじゃ日常茶飯事だ。それでもやりてえってんなら、覚悟を決めて、かかってきな。ん？違う。腕相撲したいんじゃねえのか。そうか。そいつは、ちと残念だ。まあいい。話があんだろ。じゃあ、一杯付き合ってくれよ。飲みながらゆっくり話そうぜ。アドミンの皆さん、こんにちは。マルドゥークの声を担当している楠木大天です。お待たせしました。ついに、エーテルゲイザーに、強者マルドゥークが実装となります。おめでとうございます。パチ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 。はい、このマルドゥークはですね、賞金稼ぎギルドアカードのリーダーでして、賞金稼ぎなら誰でもが憧れる存在です。裏ではですね、コルグと関係を持っていたりもします。ですが、このロスタッチのね、住人をちゃんと大切に持っております。そんな男ですよ。そして、腕相撲をこよなく愛している、そういうキャラですね、このマルドゥーク。このマルドゥークはですね、このキャラデザインもなかなかこのスマートなイケオジなんですが、なんとその声を楠木大天が担当するわけですね。武骨ですね。武骨すぎますね。どうなんでしょうか。はい、そんなマルドゥーク実装ということでね、今後ともエーテルゲイザーとともにマルドゥークを愛してやってください。ちなみになんですけれども、私はね、このマルドゥークのことをマルちゃんと呼んでます。みんなもぜひマルちゃんって呼んでね。それではまた会いましょう。楠木大天でした。